はい、こんにちは。スプレーアートエデンの梅ちゃんと丸中商会の小山です。丸中商会の小山さん、もう本当にね、ここでね、何年ぐらい、もう 4、5年、そうかもしれない、4、5年ぐらいね、ずっと担当してくれてる小山さんで、沖縄の方でやってるんですよ。助かってます助かってます。いや、本当にね。で、スプレーって言っても俺スプレーで絵描くことしか知らないじゃん、だからスプレーって言ってもいろんなスプレーがあって、やっぱプロだから、こういうスプレー使ったらどういう絵が描けるのかなとか、ね、ラバーとかもあるんですね、はいはいはい、ラバーとかで、今回小山さんからちょっとこれ絵描いたらどうなんのみたいなやつがあったか、ちょっと教えてもらっていいですかね。まずですよ、はい、こちらメッキ調スプレーなんですけど、メッキ調スプレー、こんな感じ、はいはいはい、これってツヤがあるんですよね、はいはい、まあ、種類も何種類かもちょっとあるんですけど、まあ、5種類かな、はいはいはい、こんな感じであるんですけど、でも一応似てるようでちょっと色違うんですね。うん、これに関してはなんかもうわからない。わかります？一応シルバーとクローム。クローム？ちょっと濁ってる感じですか、ね。ああ。もう。で、もうこれは真鍮ですよね。真鍮色。真鍮色メッキ調スプレー、はい。これがゴールドなのかな？これはゴールド。これがゴールド。で、はい、これが銅色、銅色、うん、OK、 でメッキ調って言ってるだけになって、うん、もう全部この輝きがあるんですよ、はいはいはい、メッキ調、はいはいはい、これで絵を描いたらどんな絵ができるのかなっていうのはちょっと、うんうんうん、まあ、前から気になっております、ね、はいはい、小山さんからのチャレンジで、じゃあこれを試しで、ぜひとも良い絵を、いや本当にどうなるか全く分かんないです、やったことないです、まあ、ぜひとも何かちょっと完成したら見たいと思います。じゃあなんか もう作って持ってこれるかな、持ってこれないかな、ちょっと動画で見てもらって、そうそうです、期待してますよ、よろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。メッキ調スプレー、ちょっとどういう絵ができるのかちょっと描いていきたい、なんかちょっと試して使ってみて、昔、はるか昔に使ったような使ってないような感じだから、ちょっと実験してやってみていきたいと思います。 OK! Let's do it! この4色がまずどういう色になるのかちょっとやっていきたいと思います。シルバー、はい、シルバー、だからこれね、多分ね、振らないとダメなんです、結構振らないとダメなやつっぽい、匂いがちょっといつもと違う。これがクロム、うん、わかんなくね、わかる、真鍮の色が、あ、ちょっともっとこんなにダメなんですよ、で、これが真鍮の色、銅の色、銅、あ、ちょっと違う、うん、まあ、とりあえず色はシルバー、クロム、真鍮、ちなみにこのスプレーめっちゃ高いから、ちょっとキャンバスにね描いて、もうこれでなんか商品作っていきたいと思います。この絵の、じゃあ、クロム、あー、なんかすごいね、サラサラ、超サラサラ、はい、シルバー、まあ、あまり色の違いがわからない俺にも、で、真鍮、お、混ざるね、いいね、いいね、真鍮、そして銅、お、おほほ、かっこいい、かっこいい、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、おお、いいんじゃない、いいんじゃない、これ銅、やっぱりね、ここはちょっと、竜ですよ、濃いめの銅の色、銅を入れて、あ、すごいすごい、かっこいい、かっこいい、絶対やばい、これ、これマジで本当にすごい、
うわぁ、もう少し濃くして、あーなんかこれだな、あ今まで色出てなかったな、しっかり多分ちゃんと振ってないから、これだ、これがちゃんとした色だ。うわー、あゴールドもあった、ゴールドもあった、ちょっと待ってゴールド忘れてた、マジかよ、ゴールドもあったじゃん、でゴールドは多分あれゴールドだね、よかった、超超いい感じの時に出てきたね、ゴールド、ゴールドのひげにゴールドの目にゴールドのゴールドとし、すぐ色が、うわで爪はシルバー、爪はシルバー、 OK、 うわー毎回本当振らないとダメだ、シルバー、ゴールド、はい、どう、優しい、やば、めっちゃかっこいい、やばい、やばいやばい、どう、やばいね、いいんじゃない、ちょっとね、もう一枚いっちゃおうか、シルバー、シルバー、ファイヤー、クロム、クロム、いまだにクロムと何が違うかわからないけど、これが真鍮の色、真鍮、真鍮、うわかっこいい、絶対やばい、いくよ、うわちょっと違ったから分かった、ごめん、ミックス、黒とミックス、さっきはちょっとこの5色縛りだったけど、ちょっとこっちはね混ぜてくる、混ぜて今まで持ってるやつと色を混ぜて勝手にルール変更、勝手に、おーおお、さっきより絶対やばいかな、やばすぎる、やばすぎる、やっぱね分かった、今持ってる色たちと一緒に混ぜていけばすっげー綺麗になる、これ5色だけですってよりも、白、白、
ゴールド、真鍮、違う、銅、銅、銅、茶色、ここで茶色、茶色、黒、黒で白、やばい、白、白、シルバー、ゴールド、ゴールド、真鍮、真鍮、茶色、マスター、メッキ調スプレー、これいいんじゃない、めっちゃいいんじゃない、ピタタンで黒ね、黒でマッチ、ミックスがいいね、やっぱりミックス、白の代わりにシルバーで、黒、おお、あんまり混ざりづらいね、これね、この子たちは、この子たちは仲悪いね、仲悪いね、よしよし、まあいいや、仲悪いね、取ります、3、2、1、ダン、これやばいな、これ多分マスターすればめっちゃいいのが出てる、どう、これがいろんな色混ぜたやつ、これがそれのみで使ったやつ、すごいね、あー、俺はこっちだな、完璧にこっちだな、これはこれでいいけど、うわいいね、なんかこういうのもっとやってとか、こういうの試してみてとかってもしあればコメントください、楽しんでまたチャンネル登録と高評価とコメントお願いします、アディオスアミゴス、うわー。